番の古田からです。彼の持ち味を出すにはね、一番いいでしょうね、はい、それがファウル。やはりバランスを整えていくっていうのは、人よりは走り込みとかそういうこともやっていかなきゃ投げられないってことですからね、はい、バッターから見たら球を投げる時の、あの球の離れるところがなかなか見にくいんです、バッターから、はい、ですからフォアボール、球も速いですしね、はい、投げていくっていうやっぱり気持ちがないとリリーフに向く人向かない人も性格もありますね。146キロと出ました、ね、彼の場合はあの速さだけじゃなくて球に、ね、力があるんですよ、うん、バッター打つ方からすると重いんですね、はい、だから本当に死んで捉えないと飛ばないんですね、うん、まあ、それは一つ、まあ、腕が遅れてくる、長くボールを持てるということにこうつながってきてると思いますね、うん、はい、今重いという話があったんですが、王さんですから、今の球なんかでも振り遅れてますよね、ですからやはり見てみましょう、ストレート、はい、バッターの方からすればもうあそこでタイミングがボールを長く持つから取れ、はい、構え遅れてみたいな感じがね、ですからちゃんと速いの分かってるんですが、うん、それでもやっぱりこうなんですかね、うん、振り遅れてしまうんですね、あ、手がなかなか上がってこないんですね、うん、足が地面につくぐらいまで手が下に下がったままできますからね、だから本当バッター、際どい、バッターからすると、これも自分で若い時はこんなフォームじゃなかった、今ここまで来て、まあ、自分のフォームを作ってきたって言いますか ね、高めてきたっていう、はい、素晴らしいストレート、ワンアウトです。まあ、正直言えば大野投手はセーブをマークしますと100勝、しかも100セーブという過去3人しかない大記録を達成します。素晴らしい